1993年の座礁以来、種ヶ島県上海岸で放置されていたパナマ船隻、ナゲッツナンバー7。2008年に撤去。放置座礁外国船は、沿岸で座礁したまま放置された外国船で、船首側の撤去拒否や、行方不明等で処理の見込みが立たない船のこと。座礁した船の撤去には、多額の費用を要することとなるが、船首の財政難。 選手責任保険未加入により、費用が捻出できず、撤去が不能となるケースが多い。サブスタンダード船は、パイ保険未加入である比率が高い。船舶油惑損害賠償保障法が適用された後、日本に入港するためには、パイ保険の加入が必要となった。サブスタンダード船は、日本の港湾への入港が不可能と見られたが、内容に問題がある。 大保険に加入して、日本に入港するようになった。保険の質に問題があるかどうかは、船舶が座礁するまで証明されない問題もある。2007年4月17日に、宮城県渡り郡山本町の太平洋沖で、座礁したセントビンセントグレナディン船籍の貨物船、ジェーン号が良い例である。第二管区海上保安本部は、 海正海洋汚染防止法を全国で初めて適用したが速やかに撤去されなかった。海外焙煎されて外国船積船として日本から出航する多くの元内港船は経費を抑えるために検査が簡単またはほとんど検査を行わなくても登録ができる国家に登録される便宜地積船として登録される。問題のある便宜地積船国は 自国に登録される船舶が国際条約を遵守する監視、監督を怠ったり責任を負わない。ポートステートコントロールの検査が簡単だったり、検査に来なかったりするので、問題があるにもかかわらずサブスタンダード船の状態で出航できる事例がある。問題がある状態のサブスタンダード船である確率が非常に高いので、出航後に海難事故を起こす。 経費削減の一環で、パイ保険に加入しない事例があった。結果として、改正船舶油託損害賠償保障法以前に放置された全ての外国船席船は、パイ保険未加入であった。海外焙煎されて、外国籍船舶になり、日本から出港した船舶が座礁し放置されるケースも多い。改正船舶油託損害賠償保障法後、 売イされたベリーズ船籍春節船、豊坂が平成22年12月23日に宮崎市を竜座湖で座礁し放置されている。主な放置外国船籍座礁船 PSC が問題がある船舶に対して厳しく検査を行い、問題があれば出航停止命令を出す。ISM コードに関しても PSC が厳しいチェックを行い、 船員の教育や質を改善する。問題のあるサブスタンダード船が日本の港に簡単に再入港できないようになる。改正船舶油爆損害賠償保証法で要求される保証契約証明書の発行プロセスに不備があるので改善する必要がある。国土交通省は放置座礁船対策について対応しているが、 サブスタンダード船の取り締まりが放置座礁船対策につながるとは考えていないようである。国土交通省が公開している放置座礁船の多くは日本船籍の航船が外売されて税関の輸出許可を受けてから出港直後に日本の領海内で座礁している。ありがとうございます。